高瀬舟、森鴎外。高瀬舟は京都の高瀬川を上下する小舟である。徳川時代に京都の罪人が遠島を申し渡されると、本人の親類が牢屋敷へ呼び出されて、そこで糸まごいをすることを許された。それから罪人は高瀬舟に乗せられて、大阪へ回されることであった。それを護送するのは、京都町奉行の配下にいる同心で、この同心は罪人の親類の中で、重たった一人を大阪まで同船させることを許す慣例であった。これは神へ通ったことではないが、いわゆる大目に見るのであった。目挙であった。当時遠島を申し渡された罪人は、もちろん重い戸が犯したものと認められた人ではあるが、決して盗みをするために、人を殺し火を放ったというような、凶悪な人物が多数を占めていたわけではない。高瀬舟に乗る罪人の過半は、いわゆる心得違いのために、思わぬ顔を犯した人であった。ありふれた例を挙げてみれば、当時相対しといった上司を図って、相手の女を殺して、自分だけ生き残った男というような類である。そういう罪人を乗せて、入り合いの金のなる頃に漕ぎ出された高瀬舟は、黒ずんだ京都の町の家々を両岸に見つつ、東へ走って、鴨川を横切って下るのであった。この船の中で、罪人とその親類の者とは夜通し身の上を語り合う。いつもいつも悔やんでも帰らぬ栗ごとである。護送の役をする同心は、そばでそれを聞いて、罪人を出した親戚眷属の悲惨な境遇を細かに知ることができた。所詮町奉行の知らすで、表向きの口供を聞いたり、役所の机の上で、口書きを読んだりする役人の夢にも伺うことのできぬ境遇である。同心を務める人にも、いろいろの性質があるから、この時ただうるさいと思って、耳を覆いたく思う冷淡な同心があるかと思えば、またしみじみと人の哀れを身に引き受けて、役柄ゆえ景色には見せぬながら、無言のうちに密かに胸を痛める同心もあった。場合によって非常に悲惨な境遇に陥った罪人とその親類等、特に心弱い、涙もろい同心が採用してゆくことになると、その同心は不覚の涙を禁じ得ぬのであった。そこで高瀬舟の護送は、町奉行所の同心仲間で不快な職務として嫌われていた。いつの頃であったか。多分江戸で白河落王侯が政兵を取っていた完成の頃ででもあっただろう。知恩院の桜が入り合いの鐘に散る春の夕べに、これまで類のない、珍しい罪人が高瀬舟に乗せられた。それは名誉喜助と言って、30歳ばかりになる、住所不詳の男である。もとより牢屋敷に呼び出されるような親類はないので、船にもただ一人で乗った。護送を命ぜられて、一緒に船に乗り込んだ同心羽田正兵衛は、ただ喜助が弟殺しの罪人だということだけを聞いていた。さて牢屋敷から桟橋まで連れてくる間、この痩せ獅子の、色の青白い喜助の様子を見るに、いかにも神妙に、いかにもおとなしく、自分を馬公儀の役人として敬って、何事につけても逆らわぬようにしている。しかもそれが、罪人の間に王を見受けるような、恩順を装って牽制にこびる態度ではない、少量へは不思議に思った。そして船に乗ってからも、単に役目の表で見張っているばかりでなく、絶えず喜助の挙動に、細かい注意をしていた。その日は暮れ方から風が止んで、
空一面を覆った薄い雲が、月の輪郭をかすませ、ようよう近寄ってくる夏の暖かさが、溶岩の土からも、川床の土からも、もやになって立ち上るかと思われる夜であった。下京の町を離れて、鴨川を横切った頃からは、あたりがひっそりとして、ただへさきに裂かれる水のささやきを聞くのみである。夜船で寝ることは、罪人にも許されているのに、キスケは横になろうともせず、蜘蛛の濃淡に従って、光の増したり減じたりする月を仰いで、黙っている。その額は晴れやかで目にはかすかな輝きがある。商業絵はまともには見ていぬが、四重キスケの顔から目を離さずにいる。そして不思議だ、不思議だと、心の内で繰り返している。それはキスケの顔が縦から見ても、横から見ても、いかにも楽しそうで、もし役人に対する気兼ねがなかったなら、口笛を吹き始めるとか、鼻歌を歌い出すとかしそうに思われたからである。商業絵は心の内に思った。これまでこの高瀬船の採用をしたことは幾度だか知れない。しかし乗せてゆく罪人は、いつもほとんど同じように、目も当てられぬ気の毒な様子をしていた。それにこの男はどうしたのだろう。遊山船にでも乗ったような顔をしている。罪は弟を殺したのだそうだが、よしやその弟が悪い奴で、それをどんな雪がかりになって殺したにせよ、人の情としていい心持ちはせぬはずである。この色の青い痩せ男が、その人の情というものが全く欠けているほどの、世にも稀な悪人であろうか、どうもそうは思われない。ひょっと気でも狂っているのではあるまいか。いやいや、それにしては何一つ辻褄の合わぬ言葉や挙動がない。この男はどうしたのだろう。商業絵がためにはキスケの態度が考えれば考えるほどわからなくなるのである。しばらくして、商業絵はこらえきれなくなって呼びかけた。キスケ、お前何を思っているのか、はい、と言ってあたりを見回したキスケは、何事かを役人に見とがめられたのではないかと気遣うらしく、居住まいを直して総兵衛の景色を伺った。商業絵は自分が突然問いを発した動機を明かして、役目を離れた応対を求める言い訳をしなくてはならぬように感じた。そこでこう言った。いや、別に訳があって聞いたのではない。実はな、俺はさっきからお前の島へ行く心持ちが聞いてみたかったのだ。俺はこれまでこの船で大勢の人を島へ送った。それは随分いろいろな身の上の人だったが、どれもどれも島へ行くのを悲しがって、見送りに来て、一緒に船に乗る親類の者と、夜通し泣くに決まっていた。それにお前の様子を見れば、どうも島へ行くのを苦にしてはいないようだ。一体お前はどう思っているのだい？キスケはにっこり笑った。ご親切におっしゃってくだすって、ありがとうございます。なるほど島へ行くということは、他の人には悲しいことでございましょう。その心持ちは私にも思いやってみることができます。しかしそれは世間で楽をしていた人だからでございます。京都は結構な土地ではございますが、その結構な土地で、これまで私のいたして参ったような苦しみは、どこへ参ってもなかろうと存じます。お上のお慈悲で、命を助けてしまいやってくださいます。島はよしやつらいところでも、鬼の住むところではございますまい。私はこれまで、
どこと言って自分のいていいところというものがございませんでした。今度お上で島に色とおっしゃってくださいます。その色とおっしゃるところに落ち着いていることができますのが、まず何よりもありがたいことでございます。それに私はこんなにか弱い体ではございますが、ついぞ病気をいたしたことはございませんから、島へ行ってから、どんな辛い仕事をしたって、体を痛めるようなことはあるまいと存じます。それから今度島へおやりくださるにつきまして、200文の帳目をいただきました。それをここに持っております。こう言いかけて、キスケは胸に手を当てた。円筒を仰せつけられる者には、鳥目200銅を使わすというのは、当時の掟であった。キスケは言葉を継いだ。お恥ずかしいことを申し上げなくてはなりませぬが、私は今日まで200文というお足を、こうして懐に入れて持っていたことはございませぬ。どこかで仕事に取り付きたいと思って、仕事を尋ねて歩きまして、それが見つかり次第、骨を惜しまずに働きました。そしてもらった銭は、いつも右から左へ人手に渡さなくてはなりませなんだ。それも現金で物が買って食べられるときは、私の工面のいいときで、大抵は借りたものを返して、また後を借りたのでございます。それがお老には行ってからは、仕事をせずに食べさせていただきます。私はそればかりでも、お上に対してすまないことをいたしているようでなりませぬ。それにお牢を出るときに、この200文をいただきましたのでございます。こうして相変わらずお上のものを食べていてみますれば、この200文派私が使わずに持っていることができます。お足を自分のものにして持っているということは、私にとっては、これが初めでございます。島へ行ってみますまでは、どんな仕事ができるかわかりませんが、私はこの200文を島でする仕事のもとでにしようと楽しんでおります。こう言って、キスケは口をつぐんだ。少量へは、うん、そうかい、とは言ったが、聞くことごとにあまり異様に出たので、これもしばらく何も言うことができずに、考え込んで黙っていた。少量へはかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので、家は7人暮らしである。平生人には吝嗇と言われるほどの、倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには、妻を維新大の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう淵米で暮らしを立てて行こうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしてゆくことができない。ややもすれば月末になって感情が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。少量へはご節句だと言っては、里方から物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては、里方から子供に衣類をもらうのでさえ、心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついては、いい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に、折々波風の起こるのは、これが原因である。少量へは今キスケの話を聞いて、キスケの身の上を我が身の上に引き比べてみた。
キスケは仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな、気の毒な境涯である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我れとの間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵前を、右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我れとの相違は、いわばそろばんの桁が違っているだけで、キスケのありがたがる200文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。さて桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも、キスケがそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかしいかに桁を違えて考えてみても不思議なのはキスケの欲のないこと、たることを知っていることである。キスケは世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることのできるだけで満足した。そこで牢に入ってからは、今まで得がたかった職が、ほとんど天から授けられるように、働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。商標へはいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我れとの間に、大いなる剣閣のあることを知った。自分の淵前で立ててゆく暮らしは、折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒が合っている。手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥には、こうして暮らしていて、不意と親子がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという疑苦が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この疑苦が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この剣閣はどうして生じてくるだろう。ただ上辺だけを見て、それはキスケには身に敬類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が一人者であったとしても、どうもキスケのような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、商標へは思った。商標へはただ漠然と、人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあっても、またその蓄えがもっと多かったらと思う。格のごとくに先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこのキスケだと、商標へは気がついた。商標へは今更のように脅威の目を見張ってキスケを見た。この時総兵衛は空を仰いでいるキスケの頭から豪光が刺すように思った。商標へはキスケの顔を守りつつまた、キスケさん、と呼びかけた。今度は、さん、と言ったが、これは十分の意識を持って証拠を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳にいるやいなや、商標へはこの証拠の不穏等なのに気がついたが、今更すでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はい、と答えたキスケも、さん、と呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る商標への景色を伺った。商標へは少し間の悪いのをこらえていった。
いろいろのことを聞くようだが、お前が今度問いやられるのは、人は辞めたからだということだ。俺についでにその訳を話して分せてくれぬか。キスケはひどく恐れ入った様子で、かしこまりました、と言って、小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで、恐ろしいことをいたしまして、なんとも申し上げようがございませぬ。後で思ってみますと、どうしてあんなことができたかと、自分ながら不思議でなりませぬ。全く夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、飢え小声もせずに、育ちました。次第に大きくなりまして職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて、助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に、西陣の売り場には入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘ったて小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織城へ通っておりましたが、私が暮れてから、食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かを、そこへおっぽり出して、そばへ行って、どうしたどうした。と申しました。すると弟は真っ青な顔の、両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて、私を見ましたが、物を言うことができませぬ。息をいたすたびに、傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかい、と言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から黒血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのを止めるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうにもない病気だから、早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったら、すぐ死ねるだろうと思ったが息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って、力いっぱい押し込むと、横へ滑ってしまった。歯はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ねるだろうと思っている。物を言うのが切なくっていけない。どうぞ手を酌して抜いてくれ、というのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言おうにも、声が出ませんので。黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って、横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリを、えぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっとに寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに、弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。
私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるから、と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、ああ苦しい、早く抜いてくれ、頼む、というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は、不思議なもので、目が物を言います。弟の目は、早くしろ、早くしろ、と言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中では、なんだかこう車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう仇の顔をでも睨むような、肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて、私はとうとう、これは弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない、抜いてやるぞ、と申しました。すると弟の目の色がカラリと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って膝をつくようにして体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について、横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握って、ずっと引きました。この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ内の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんはあっと言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。歯が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきてまた駆け出していったのを、ぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから、気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって、役場へ連れて行かれますまで、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって僧侶への顔を下から見上げて話していたキスケは、こう言ってしまって視線を膝の上に落とした。キスケの話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所で調べられるその度ごとに、注意に注意を加えてさらって見させられたのとのためである。少量へはその場の様子を目の当たり見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが、話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまっても、その疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死なれるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいても、
どうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは、苦しさに耐えなかったからである。キスケはその句を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じて、どうしても解けぬのである。少量への心の中には、いろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、オートリティに従うほかないという念が生じた。少量へはお奉行様の判断を、そのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても、少量へはまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に更けてゆくおぼろ夜に、沈黙の人二人を乗せた高瀬船は、黒い水の表を滑っていった。